皆さんこんにちは、大樹です。今日も、引き続き難しい事例に対するアプローチの仕方ということでお話したいと思います。23年7月17日の海の日講演会がね、このテーマなんですけど、結構ね僕がやってきたことの集大成みたいなね、ものになると思うんで、まあそちらもねご参加予定の方はお楽しみにどうぞということです。で今日はねスコープの設定というお話をしたいと思います。というと拡張高いんだけど、要はねどのぐらいのその時間枠とかね、で考えてみるかっていうことをもう一回検討しましょうっていうことで、やっぱりね難しいケースだなぁと思うものを一回で扱っていこうとかね、でしてしまうのは結構難しいんだよね。で難しくしてることの要因の一つにね、なんか変えなきゃいけないとかね、早く変えなきゃいけないで、まあクライアントが焦っちゃうんでコーチも焦っちゃうとかね、みたいなことだったりとか、もうどうせこれは変わらないで諦めちゃうみたいなことが起こってることって多いんだけど、大切なのは焦らず諦めずね。でやっぱ適切な範囲で、扱っていくっていうのは大切でね。でまあね、かなり難しいこといろいろ扱ってきたけど、やっぱ半年とかね、まあ1年とかでなんか変化が現れないケースってないんだよね。実際その何らかはやっぱり半年1年とかその指針を持ってで積み重ねていくっていうことをしてたりね、それから環境の変化みたいなことに乗っかりながらやってったら、まあ半年1年とかで大きな変化っていうのが出てきちゃうんだよね。でだからなんかまずコーチである我々の側がね、とりあえずちょっと1年ぐらい様子見てみるかとか、半年ぐらいの中でねその変化を作っていくっていうことをやろうか、でじゃあ半年後こんな風になってたらまずは成功と言えるんじゃないかとかっていう、このゴールを立ててね、目標、まあカウンセリングだったら治療目標みたいな言い方することもあるけど、まあなんかそういうそのそんなに前向きな何か華々しいことが起きるじゃなくてもね、心の状態安定するとか少し人間関係落ち着くとかね、みたいなことのゴールをやっぱり設定して、でそこに向かってこう積み重ねていくみたいなアプローチをするっていうのが結構大切なんじゃないかなというふうに、思います。僕自身の個人的な体験としてもね、僕はまあ、ご存知の方もいると思うんですけれども、最初に入った会社でね、まあちょっと、上司とうまくいかなくてパワハラみたいになっちゃって、でそれがきっかけで失踪するみたいなことがあったわけですけど、でそこからね、まあもうちょっと情けないと思いながら実家に帰ってきて、でもう早くまたねなんとか自分を立て直して家出なきゃと思っても、まあ、ボロボロの状態だったんですけど、まあその自分を見た時にね、自分の父が僕に対してね、いいじゃないかって、また30までの間にやりたいことを見つけて、でもう一回うち出たらいいんだよって言ってくれて、まあ30までって5年ぐらい猶予があったんでね、当時で、まあ、すごいなと、5年間とりあえずうちにいてもいいからその間にやりたいことを見つけろって言ってくれるんだっていうことが作ってくれたなんか余裕が、自分の焦りとかね、それから結局これを繰り返すんじゃないかっていう諦め、その、そうか5年あったら変われるようになってねっていう気持ちをこう与えてくれたっていうことなんですよね。で、まあそういう個人的な体験もあるから、焦らず諦めずすごく大切にしてますけど、ぜひね、難しいケース、の時にね、でもこれって何ヶ月後とか何年後には変わってる可能性があるんだろうって自分に問いかけてもらいたいし、僕もクライアントに問いかけます。何年、どれぐらい先の未来にはね、この問題っていうのが変わってる可能性があると思うっていう話をします。で僕は可能性ゼロじゃないと思うんだって、でどれぐらい先には変わってる可能性があると思うっていうことを真剣に聞くと、やっぱりクライアント答えるしね。でそんなにめちゃくちゃ先じゃないんでね、 ほとんどの答えはね。でその時に僕はこういうふうに言ってる。そっか、あなたの無意識はそのぐらい先には変わってる可能性があるっていうんだね、それがどんなものなのかちょっと一緒にそれを探してみませんかってやってみる。でああそうか、こんなふうに変わってる可能性ある、じゃあそれは何をやったから、何を変えたから変わったんだろうっていうことを考えていくと、まあ、打ち手は出てくるね。でそこにね、昨日お話ししたように、まずセルフケアから始めようだの、それからあとはね、この人といると役に立つとか助けてもらえるっていう人を探そうだのね、みたいなところからこう始めて、でそれを積み重ねていって、できたところに気がつくっていうことをやっていけばね、うまくいくっていうことあるし、でまあその半年1年先のね方向性に向けて、じゃあ最初の3ヶ月で何が起こったらいいんだ、じゃあまず今月は何ができたらいいんだって、そこから逆算してね、サブゴール作っていくみたいなことをしていくと、かなりね、管理しやすい、その自分で意識的にねマネジメントするってことがしやすくなると思うので、コーチクライアントともにね。でなのでまあそういう路線で、このスコープ設定ど、ね、
どのぐらいの範囲で見るときに一番ねその効力感が生まれるとかやれそうな、感じがするのかっていう、問いを立ててみるっていうのが、まあ、一つのティップスですということです。参考にしてみてください。それではまた。